星武氏は、日本の医学者、東京大学名誉教授、静岡県立大学名誉教授、東京大学医学部教授、静岡県立大学食品栄養科学部教授、静岡県立大学食品栄養科学部学部長、静岡県立大学学長、静岡県立大学短期大学部学長、財団法人静岡健康長寿財団理事長などを、歴任した。 星により新設された静岡県立大学の生活健康科学研究科、環境科学研究所1956年、東京大学医学博士論文の題は、心電図標準誌誘導の短極誘導的解釈。1986年、東京大学の医学部にて教授に就任した。静岡薬科大学、静岡女子大学。 静岡女子短期大学が統合され1987年に静岡県立大学が新設されると同大学に展示食品栄養科学部の教授に就くとともに初大学部長に就任した。学部長在任中は発足したばかりの学部の環境整備に努めるとともに大学院に食品栄養科学部に対応する新たな研究科を設置しようと尽力し1991年に 文部大臣から生活健康科学研究科の博士前期課程に対する設置認可を得た。1993年、学部長を伊勢村守に引き継ぐとともに、内園工事の公認として第二大学長に就任した。また、静岡県立大学短期大学部の学長も兼任した。学長在任中は大学全体の体制強化に努め、 看護学部を新設した。さらに、大学院には、生活健康科学研究科の博士後期課程、及び、経営情報学研究科を新設。短期大学部には、歯科衛生学科、社会福祉学科を新設、加えて、環境科学研究所も新設するなど、今日の静岡県立大学の組織構成の礎を、確立した。学長退任後は、 静岡健康長寿財団にて理事長に就任した。また、静岡大学の運営諮問会議にて委員を務めるなど各種公職も歴任した。ありがとうございます。